名前はチャロです。チャロちゃん綺麗ですね。チャロちゃん11歳。11歳、貫禄が出てくる頃女の子、男の子。チャロくん、チャロくんかわいいね。お目目がまたつぶらでね。食べ物にははいすごい貪欲大事、一番大事よね。だからこの状態になってしまいました。それやっぱダメなんですか。ちょっとやりすぎて、しつけも食べ物でやってたから。あ、おやつで、おやつでしつけちゃうやってしまったから。おー、よくないんですか。多分あの病院にも言われます。やっぱり食べ過ぎてるから麻酔とかもダメだし、はい、だから何もできない。え、どうならえそれ本当にどうならえ勉強。いや、これあの病気になったらいかんっていうやつですね。そうです、はい、足も短いでしょう。だから余計に太って見える。いや、そこが可愛いんじゃないですかたまんないでしょう、このチャロくん。何か新年のチャロちゃん的な抱負は何かありますか。やっぱりダイエット。ダイエット1にダイエット、2にダイエットお名前教えてください。ゆきちゃんです。ゆきちゃん、はい、ゆきちゃんこんにちは。CATV の猫ワンという番組です。お邪魔します。ゆきちゃん、かわいい。何ですか、このかわいいお顔は。何歳ですか。今7歳です。7歳。じゃあ7年前にこちらで出会ったんですか。そうです。へえ、あ、なんか逃げられちゃった。茶色じゃなくて、なんかクリーム茶色みたいな。そうですね、独特の色ですね。ビロードタッチというか、うん、チャームポイントはそこですか。はゆきちゃんの顔がちっちゃいので。確かにお顔がち小顔ですね。そうですよ、女優のようなお体はしっかりしてるのに。なんででしょう。は食いしん坊なんで食いしん坊だから、いっぱい食べたら。でも食いしん坊だけど、お顔を見たら細いからバレてないという。なるほど。なんかあの毎日のなんかしつけというか、一緒に暮らす上で気をつけてることって何かありますか、ゆきちゃんと。帰ってきたらもうなるべく一緒に遊んであげる時間を作るとか。どうやって遊んであげてるんですか。お散歩とか。お散歩はあのドッグランが好きなんで、はい、毎日ドッグラン行って。毎日ドッグラン贅沢な。あの入りたがるんで、入らないと帰らなくなっちゃうんで入らざるを得ない。そう、入ってボール遊びして一人でも遊べたりできるんで、一人でボール鼻でつついて遊んだりとか。そうなんだ。投げてほしいとか時はボール持ってきたりとか、はい、そんなんで。遊び上手なんですね。こんにちは。あの猫ワンっていう愛媛 CATV の番組ですが、撮らせてもらっていいですか。ありがとうございます。お名前は。ココちゃんです。ココちゃん、女の子。あ、男なんです。男のココくん。ココ、ココくん。正式名は。あ、正式名、すみません。え、ココナ。ココナくん。どうしてココナくんなんですか。ママママ、なんでココナくんなんですか。ココナの名前が好きだからココナくん。なるほど。ココナくん、どんな男の子ですか。やんちゃです。やんちゃです。はい。誰に似たんですか。あ、誰に似たんだろう。あなたかしら。じゃあ女の子でココナくん。はい。長男。長男。ね、ココナくんを選んだポイントってどこだったんですか。もう一目惚れですね。あの写真のね、センターの写真、あれ見た瞬間にもう何もね、講習も受けてなかったけどもう行かないかん。どういうところが一目惚れポイントだったんですか。もう模様というかね、顔がね、すごい。ちょっとおばちゃんにも見せて。お尻しかまだ見てないな。ねえねえ、ココナくん、こっち向いて。ココちゃん、ココちゃん、かわいいですね。あ、これはかわいいわ。まあ、冬場はこうモコモコの洋服着せてもろて。ついこの間ちょっとおしゃれで。おしゃれですよね。ちょっとアウトドアブランドのロボス。へえ。
色がね合うかなって、ね、合いますよね。えこれを脱いだらどんな柄なんですか。白、白で。あ、そうなんですね。ファッションも楽しめる、ね、え体重何キロですか今。18.19キロいかんぐらいでね。割と骨太なタイプですか。シュッとしてる感じやけど、なんか突っ張りワンちゃんが可愛いですね。ニコちゃん、女の子？女の子です。かわいい、ふわふわですね。そうなの、そんなにモコモコじゃなかったですこんなはずじゃんそうですか、かわいい子がおるけん気になる怒られたまだ早いわよ何歳ですか、ニコちゃん。3歳ぐらいです、ね、3歳ぐらいで、かわいいですね。今日着てもいいですか。ニコちゃん、ニキューマです。おとなしいね、ニコちゃん。あかんときは吠える、ニコちゃん。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。ドラくんすごい、あの落ちたら危ないとか言ってますね。ますよ。ドラくん面白いな。よいしょ、これこれお父さんも頑張らないからね。どうする、ねえ、ねえ、体重どれくらいですか。15、6って15、6キロ。毎日15、6キロ上げないかんから。そうですよね。すごい筋トレになってるよこれ。ワンちゃん、トラ君来てからお父さんどうですか。来てから、うん、お父さんの様子。わあ楽しそうです。楽しそう。どうしてトラ君に決めたんですか。あ、たくさん、はい、いろいろ可愛い子いますけど。寄ってきてくれる。あ、そうなんじゃん。すごかったんでね。そんなのワンちゃんと結構遊んだりとかしてたから、うん、それでね、これにこの子にしたんです。実際買われてみてどうですか。もう楽しいです。ラブラブですよね。そうです。名前入りですね。あのいろいろと。そうですね。これは迷子札なんで後ろに住所と電話番号書いてます。そうなんや。へえ。名前ついてると、はい、散歩してた名前呼んでもらえるから確かにと思ってこういうのにしてます。社会教育にもなりますね。お父ちゃんお父ちゃんってみんなに言ってもらえるけどね。音楽鳴ってる間時計回りに走らないで歩いてください。前のワンちゃんとぶつからないように。あ、こんな感じ、そんな感じ。止まったら座ってくださいね。椅子めがけて座って。みんな上手、みんな上手。あ、ありがとうございます。ちょっと休憩しててください。
一緒ね。じゃあまた一つ一個椅子抜いてください。はい。そうですね。往復で1回です。